ドーバーの白い崖ドーバーの白い崖とは、イギリスのケント州にあるドーバー海峡に面した白亜の崖のこと。日本では英語名をそのままカタカナ読みして、ホワイトクリフとも言う。イギリスの通称、アルビオンの由来とされている。ドーバーの白い崖の位置とその周辺ドーバーの白い崖は、ケント州のドーバー海峡に面している有名な断崖である。ロンドン南方を東西に横切る。 低級領地帯、ノースダウンズの東端にあたり、断崖の高さは110メートルに達する。断崖は主にチョークで構成されているため白く見え、ところどころに黒い角石が混ざる。断崖の一部は途切れ、古代から重要な港湾であるドーバーの港がある。イギリス海峡の最も狭い部分でヨーロッパ大陸に対峙しているドーバーの白い崖は、イギリスにとって象徴的な存在である。 歴史的に大陸からの侵略に脅かされてきた地であり、断崖は侵略に対抗する象徴的な防壁となった。また、飛行機の時代が到来するまでは、ドーバー海峡が大陸との主要交通路であったため、白い断崖はイギリスを訪れる者が最初に見るイギリスの景色であり、同時にイギリスを去る者が最後に見る景色でもあった。白い断崖は、 対岸のヨーロッパ大陸から視認でき、イギリスの通称、アルビオンの由来となった可能性がある。対岸となるフランスのアラバスター海岸にも、同様の白い崖が存在するが、両者はもともと一つの地層であったと考えられている。ありがとうございます。